ちです。ためになるなるなるです。なるべのくです。よっぴーです。はい、ということで今回はですね、すれ違い即興寸劇っていうのをやっていくんですけども、まあ、実はね、これあのヨッチのね企画なんですけども、はい、ヨッチが全部考えてくれたんだけど、ね、今ね忙しくて、私がね代わりに進行させていただきたいと思います、はい、で、すれ違い寸劇っていうのは2人が同じシチュエーションでこう電話をしてるんですけども、まあ、ちょっとね違う画像かなんかを見ていて話が食い違ってるみたいのを今回やってもらいたいと思います。で、1つ目のシチュエーションがまず、イッチーとリョウケンに、はい、まあ、取引先の人との電話っていうシチュエーションでやってもらいます。で、次に、なるとぶっぴんで、まあ、カップルが、まあ、前日にこう旅行の話をしているというシチュエーションでやってもらいたいと思います。何のよしかな。あれ、アゾスキー。これこれこの寸劇の企画上のカップルなんで。あ、そうです、ね、本当にそうとかないんで。あ、そうか。距離はちゃんと空けてもらって、ね、はい、わかりました。くずるんだよ、これも仕方ありませんよ。はい、わかりました。でもカップルっていう設定です。はい、ありがとうございます。ということで、その設定で、はい、やっていきたいと思います。はい、シチュエーション1、取引先との電話。プルルルプルルルプルルル。はい、もしもし、お世話になっております。もしもし、株式会社イッチのイッチと申します。お世話になっております。お世話になっております、はい、あのモンモンホテルの方の、はい、オープニングイベントの方でお電話させていただいたんですけども、はい、ありがとうございます。こちら今打ち合わせ可能でしょうか。あ、かしこまりました。そしたらですね、はい、詳細の方今送りますので、はい、こちらの方ご覧ください。一応今回、まあ、舞台はちょっと広い目の場所をちょっと使ってですね、はい、広いですね。はい、ありがとうございます。これ、はい、結構移動時間とかかからないんですかね。あ、結構かかりますね。あ、そうなんですか。はい、まあちょっとあの飛行機に乗ってもらう感じになりますので。飛行機で、あ、豪華ですね、はい、まあそうですね、あのまあ結構有名な場所になりますんで、はい、まあ、結構お客様も来るかなと思いますので、あの服装とか、そうですね、なんかありますか。まあジャケットで来ていただいて、はい、まあパーティーみたいな、はい、はい、まあいい感じの場所になってますんで、まあ、夜景も綺麗だと思うんで、ロマンチックな演出もできると思いますので。本当ですか。はい、あー、なるほど。これ、はい、どこで、乾杯とかするんですかね、これ。あ、乾杯の場所はですね、まあ、広いあの高層ビルで。高層ビルあるんですか。高層ビル、ここら辺に。あ、はい、もちろんでございます。そうなんですか。あの、有名なね、あの、なんていうか、あの、持ち上げてませんでした。ツインタワーみたいなのが、ね、はい、ありますので。あ、そうなんですね。はい、もう近くにテニスコートもありますし、観覧車もあるので。あ、本当ですか。はい、もう近くにございます。そうなんですね。はい、まあ、ここで皆さんでね、パーティーしていただくと感じですね。で、2枚目の方ご覧ください。はい、はい、お、2枚目、すごい素敵ですね、はい、2枚目はですね、はい、最近始まりました新ユニット、はい、プリンセスっていう、あの、はい、新ユニットが始まりまして。プリンセスさん、まあ、清楚系でちょっとうちら売ってまして、ね、結構もう美人な方がね3人いるんで。あー、はい、まあまあ人によれば。じゃあ、そしたら3枚目をご覧ください。おお、はい、攻めますね。そうですね、まあ、あの今回はですね、まあ、色をテーマにですね、シックで、はい、まあ、綺麗な感じで盛り上げようかなと、はい、これをまあこう振っていただく感じですね。はいはいはい、応援をするみたいな、アイドルの応援をするって、ちょっと危ないかもしれない、はい、いや、危ないです。あの、普通に上に持ち上げてこうね、ワッショイワッショイやっていくみたいな。ワッショイワッショイ、はい、あの、さっきのね、その新ユニットプリンセスさんの、まあ、応援ライブみたいな感じで、まあ、振り回していくって感じですね。いや、振り回すのはちょっと危ないと思いますね、やっぱり。いや、全然危なくないと思うんですけど、やっぱり誰かにこう、はい、危害が及ぶ可能性も あるので、まあ振り回しすぎ、うちの方としてはこれちょっと進められませんね。え、本当ですか。それちょっとうちとしても困るんですけど、考えさせてもらっていいですかね。え、でもこの演出やっぱ入れときたいなって感じなんですよね。いや、この演出は、いや、攻めすぎですよ、これは。これみんな振り回したら綺麗で盛り上がると思うんですよ。盛り上がんないです。あの、いろんな意味ですごいニュースにはなると思いますけど。ニュース、あ、まあそうですね。え、あのイベントが盛り上がったって、うち炎上商法とかそれダメなんで。いや、炎上しないと思うんですけど。いや、炎上します。これやめてください。ちょっとあの、企画考え直してください。あ、よろしくお願いします、はい、改めて、はい、またご覧ください。ちゃんとお願いしますね、次は。次は、あ、だからこれいいと思うんですけど、まあ、じゃあ失礼します、はい、はい、失礼します。いや、ちょっと待って、あの会社や
べえわ。いやーなんだろうな、普通にいい企画だと思うんだけどな。シチュエーション2、カップルの旅行の話。なるほど。はい、もしもし。もしもし。どうなんした？ごめんね、夜遅くに。いや、ええよ。寝る前に声聞きなくなって電話しちゃった。なる。ええよ、電話しよう。え、大丈夫？眠くない？あ、全然、全然眠ないよ。ほんと？うん。じゃあさ、今度行く旅行の話しようよ。あー、そうやな。決まってなかったしな。うん。うん、じゃあ、ちょっと写真送るから見て。あ、オッケーオッケー。そうし。はいはい、来た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 。見た？あー、うんうん。めっちゃ楽しみじゃない？おー、でもだいぶ外枠から来たね。うん？いやもうさ、すっごい私泳ぐのも楽しみだし、景色も見るのも楽しみだな。おー、確かにね。え、めちゃめちゃ広いね。どうしよっかな、水着。水、あー水着か。うん。まあでも、なんやろうね、もうちょっと絞、うん、絞りたくない？行くところ、うん、行くところ。もう一個さ、写真送るから見てほしいんだ。もう一個。ああ、はい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 、はい、うん、この、これどう？お、もう、うまそう。いやもう本当に、ちょっと大胆かなって思うんだけど、やっぱ私はこういうの着たいんだけど。え、これ、え、これ着るの？うん。え、グッピンこれ着たらさ、可愛いって言ってくれる？まあ、可愛い、まあそうやね、可愛いって言うし、ちょっと目のやり場にちょっと困るな。これ今一番人気なんだって。え、これが？うん。マジで？うん、らしいよ。グッピンそういうの好きでしょ？あ、まあ、いや、そんなこと言ったことあるかな。まあまあ、嫌いではない。本当？うん。うーん、マジか。あ、じゃあもう一枚送っちゃおっかな。おぉ。送信。おぉ、うん、これがどうしたん？いや、やっぱ寝る前だからさ、うん、ちょっとやっぱ写真送っとこうかなと思って。え、どういう意味これ？ん、どういう意味？え、なんで？可愛いでしょ。あ、まあ、まあ、まあ、え、ブサカワって感じ。なんでブサレックって何？え、ブサカワって感じ。ひどい。え、いや、もう信じられない。え、ちょ、もう旅行とか行かない。え、なんで？もうグッピンのこと嫌い。嘘やん。ちょ、待って待って待って、ちょ待って。ん、え、かわいい。ま、まあ、かわいいでしょ。見方によってはかわいい。かわいい？うん、かわいい。もう一回言って。かわいい。足りないんだけど。あ、じゃあめちゃめちゃかわいいよ。なんか寝る前だからさ、あれなんだ、髪型とかもセットしてるの。え、この人の？うん。え、やっぱり。え、近くにあんの？私ね、家にいるよ。あ、家に。うん。え、この人が？うん。え、何してんの？え、よっちのこと好きなの？は？え、何言ってんの？なんでそんなこと疑うの？え、だってこれ送られてきた写真ヨッチやん。え？え？ヨッチじゃないよ、私だよ。いや、もうええよ。え？もうええよ。もうそもそもなんかヨッチの写真フォルダの中に入ってる時点でもうなんか慣れたわ。え、どういうこと？慣れたよ。何それ。もうええよ、もう終わりや。うん、ここまでや。はあ、もう連絡、もうあれや、おしまいや。え、じゃあ旅行どうすんの？そんなもんなしや。もういいよ。なんで切れてんの？いや、こっちが怒るに決まってんじゃん。いやいや、あんたがよそのよそ様の写真送ってきたから。今回はすれ違い即興すぎてやってみました。はい、どうでした、やってみて。いや、おもろい、これは面白い。でもなんかさ、これなんていつものやつのなんかその演技っていうか、結構その素の反応が面白かった。あと向こうは何を言ってるんだろうっていう、うん、なんか想像をかきたてられた。そういうことみたいな。何を言ってんのみたいな。はい、ということでね、まあ、また面白かったらね、違うシチュエーションとかでやられてみたいと思います。それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。